I was blown away by the first episode of Chainsaw Man. I really don't know what to expect coming from the rest of the anime. I've never read the manga, but I'm excited. It's already seemed like it's going to be one of my favorite anime of the year, just maybe even of all time. I don't want to jump the gun, but I really enjoyed the first episode, and it was like, it was heartbreaking, it was exciting, it was action-packed. It delivered on like every front that I was looking for. If you guys are new to the channel, make sure you like and subscribe. Let's get into it. デンジ君はこれから私に変われることになります。優しい人だと思ったのに、ちょっと好きになったのに、こんな怖い女だったなんて。人はいいな扱いしやがってよ。私たちも朝まだだったね。パーキングエリアで適当に食べよう。すいません、俺金ないんすけど。好きなの言いなよ。私お金出すから。汚え癖と言われ近寄られもしなかったこの俺が初めて優しくされた。それもいい面の女に。俺うどんとフランクフルト。カレーうどんもいいっす。おっと、デンジ君大丈夫？いい匂い。飼ってた悪魔が俺の心臓になったんす。信じられないっしょ。俺も信じたくないっすよ。俺のためにポチタが死んじまったなんて。前例がとても少ないよ。名前もまだついてないくらいにね。その話信じるよ。僕は君の中で生きてる。ロマン的な意味じゃなく、体から人と悪魔二つの匂いがするの。大丈夫？一人で食べれる？食べる。食べれません。好きな男のタイプとかあります？デンジ君みたいな人。俺もマキマさんが好きです。デンジ君こっちこっち。デビルハンターが1000人以上もいるけど、公安は有給多いし福利厚生が一番いいんだよ。デンジ君。はい。うちは基本制服だからこれ着てね。着替えたら君の同僚に合わせるから。今日は早川君についていきな。え、俺マキマさんと一緒に仕事するんじゃないんすか？そんなわけないだろ。お前とマキマさんとでは格が違う。君の働きぶりが良ければ一緒に仕事できるよ。マキマさんって男いんの？なよな、ちょっと来い。なんでだよ、俺の優しさが伝わらないかな。軽い気持ちで仕事するやつは死ぬぜ。俺の同僚も。お前さ、マキマさん目当てでデビルハンターになったろ。ピンポーン。じゃあ殴って正解だったな。チンピラが好きになっていい人間じゃねえんだよ。ああ、なんだよ、てめえもマキマさんが好きなだけじゃねえ。ザバッカ、偉い、偉かった。先輩が金玉の悪魔に弾を襲われました。The testicle devil? こいつの嘘です。
天智くんは早川くんの舞台に入ってもらう。舞台？このチンピラがですか。うちはただでさえ面倒くさいのが多いんですよ。こいつ何者なんですか。天智くんは人間だけど悪魔になることができるんだ。どうだ、すげえだろ。マジの話ですか。公安を辞職したり違反行動があった場合、天智くんは悪魔として処分されます。お前を見張るため一緒に住むことになった。どっかに逃げたら殺していいって言われてるからな。お前が悪魔なら殺されないだけ感謝しろよ。俺たちはデビルハンターなんだぞ。じゃあいい人なのか。いい人に決まってる。もう一回抱きてえな。はあ！いちごジャム、梅ジャム、オレンジジャムに、あー、うん、うわー、うん、うわー、最強だぜ。わお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 。目標の魔人は2階奥の部屋に立てこもってる。あとはデビルハンターに任せる。早川さん、隣の人を新人？人の死体を乗っ取った悪魔、それが魔人だ。ふーん。え？ああ、それじゃ俺魔人じゃね？違う。魔人の人格は悪魔だ。今回はお前が殺せ。悪魔になって力を見せてみろ。それで使えるもんかどうか。おい、なんで悪魔の力使わなかった。俺もこいつみてえな魔人になってたかもしれねえからな。それでなんか楽に殺してやりたくて。いいか、覚えとけ。下にいる警察とも飲み行ったことあるけどな。奥さんとか子供を守るために命がけで仕事をしてる。お前以外全員本気なんだよ。友達になれる悪魔がいたらなりてえよ。俺友達いねえもん。その言葉、はあ、プッツンさせちゃったよ。本当はエロ本に血つけたくなかっただけなのに。チェンソーになるとチートビチって汚れちまうからな。よし、エッチ確認。デンジの夢を私に見せてくれ。俺もマジでやってるぜ、落ちた。風呂も毎日入れて、いいもん食えて、面のいい女も近くにいて、もう100点の生活なのに、なんか足りない気がする。マキマさんもなんかあんのか。マキマさんも胸揉んでみて。いきなり女抱くのは俺には難しい。でも胸なら強い意志と行動力がありゃ揉めるんじゃ。俺のゴール、それは胸だ。おい、話聞けっぱか。話？天智くんには気をつけてね。彼女は魔人だから。おうおう、気が伏せ人間、わしの名はパワー。バディとやらはうのか。まあいいか、よろしく。魔人は悪魔と同じ駆除対象なんだけど、パワーちゃんは理性が高いから。人間、早くなんか殺させろ。わしは血に飢えてるぞ。もし民間のデビルハンターに会ったり警察官に職務質問された時は、公安大麻得意四課でーす。わしは魔人になる前は超恐れられてた悪魔じゃったからの。わしの匂いで雑魚悪魔は逃げてくんじゃろ。はあ？じゃあ俺たち結果出せねえじゃん。血の匂いじゃ。